チェスターシティさん、鎌田大地出番なしのパレスにも勝てず。プレミアリーグ第15節でクリスタルパレスとマンチェスターシティが対戦、2-2のドロー決着で終了した。この結果、クリスタルパレスは引き分けが多いことも事実ながら、4戦無敗と徐々に勝ち点を積み上げることに成功。一方でマンチェスターシティは5連覇に向けてこれ以上の停滞は避けたかったが再び勝ち点3を逃した。これで直近の公式戦10試合で勝利したのはわずか2試合に。依然として苦しい状況は続いている。なお、3試合の出場停止明けの鎌田大地に出番はなかった。シティってワイドに開いて攻撃するけど、あくまで相手の真ん中の守備を薄くするためにやってるよね。冬にサイドアタッカー取ればいいのに。シティもボロボロやな。シティは言って言える圏内だな。冬にアンカーと SD 取らないと無理だろ。シティまた勝てなかった。やばいんじゃない？今季プレミア優勝はダメだろうな。良くも悪くもリコルイス劇場だった。SD こなすフィジカルはないと思うし、ウォーカー含め両 SD はミスも多く厳しかった。明け、アカンジがいない影響がもろに出てる。最終ラインの最適解が 4CB なのに明け、アカンジ、ストーンズが怪我してたらもう無理よ。明けとストーンズが超スペで常にいない分ターンオーバーできないから、鉄人のルベン、アカンジまで怪我がちになり始めてて負のスパイラル。両 SD が全然ダメ。守備時に高いラインを保つのはいいけどバラバラ。リコルイスはドロップボールからゴールを決めれたのは良かったけど、それ以外最前線付近に入っている意味がほとんどない。むしろ攻撃時は窮屈になってるし奪われた時は基陣が間に合わない。まだまだしんどい試合が続きそう。正直、ロドリがシーズンアウトは大きいがもはやそれが些細な問題な気がするほど今ひどいな。そもそもウィンガーでさえない選手をウィングで使い、ピークを過ぎた選手を使い続けて、ベンチには5人ものアカデミー出身と GK が2人入れるほどの怪我人の多さ。まだまだひどい試合が続きそうな予感。年明けにボブ帰ってくるから、そこからの巻き返しを期待かな。